このインダス文明について我々は、ま最新の技術 G.I.S. という技術を使って調査をしております。ここにありますのがインドの西北部でインダス文明が栄えた地域であります。このインド西北部に麦作の農耕を行う人たちがいたった頃ですね。その頃当初はまだインダス平原 巨大な河川が流れる平原にはなかなか進出できなかったということを示しておりますそれが紀元前4300年から3200年頃になりますとインダス平原に人々が進出し生活ができるようになったということがわかりますこれがインダス文明の母体となった人々であります次第に生活の範囲が広まっていく様子を示しております ここに示しましたのがインダス文明の最盛期であると考えられている紀元前2500年から1900年前の頃のインダス文明の遺跡の分布であり大きく4つのブロックからなっていることがわかります。これらの4つのグループがさまざまな文物をやり取りしなおかつ西アジアと密接な交易関係を持ったということがインダス文明が反映した背景であったと考えられております。